オーストラリアシドニー沖でクルーズ船ルビープリンセス号の2700人が無検査で下船しパニックになったのは先日お伝えしましたが、さらに事態は深刻化しています。その後オーストラリア政府は船に残されたままであるクルー2000名の対処に頭を悩ませています。しかも11隻合計数万人が他にシドニーに戻っくる予定になっており、うち3隻はパース近郊のフリーマントルについているようです。一部は近くの島に隔離したり、外国人はそのまま空路で帰国させたりしているようですが、一体どうするんでしょうか。そんなクルーズ船の対処方法についてオーストラリア人たちの議論が集中しているようです。海外の反応。クルーズ船を症状の軽い人の隔離施設にしてはどうだろう。重い人は病院へ。そう、日本がそのようにしていたはずだ。米報道によるとダイヤモンドプリンセスの船室には乗客が下船してからも17日間ウイルスが残ってたらしいよ。どこの表面で感染するのかについては不明らしいけど、みんなダイヤモンドプリンセスでの悲劇を全く理解してないようだ。ウイルスを隔離するのに向いてない空調だから隔離には使えないんだよ。クルーのせいではないはずだ。彼らは立派な働き者だよ。すぐにでも愛する家族の元に帰れることを私は願ってる。クルーの健康はクルー会社の責任で、オーストラリア政府じゃないよ。このご時世にクルーズに出かけるやつがいることにショックだよ。何を考えているんだ。こういうクルーズ会社は税金もろくに払ってないのに、最小のリソースで人を詰め込んでる。大勢の命を天秤にかけた倫理上のジレンマだよ。クルーの人たちのこともあるが、数万人の人を一体どうすればいいんだ。いい対応をした日本から専門家を連れてこれないだろうか。日本人はこの世界の中でなぜかほとんど影響がないように見える。彼らならこの難しい事態をどうするんだろうか。私の感想。それにしても数万人の乗船者が後に控えているのは衝撃的です。日本の日ではないですね。これだけの数になると日本式といっても重症者の受け入れ、検査、薬品などの物資の運搬なども相当大変なことになりそうです。クルーの方もかわいそうです。なんとも気の毒ですが言葉が出てきません。一部の人は島で隔離されているようですが、大きい観光地に隔離とかできないでしょうか。その後が気になりますね。日本も人ごとではありませんが、良い方法を見つけられるといいですね。